西恩寺実のは、鎌倉時代後期の苦行。左大臣、西恩寺高校の子。下には、正二位、内大臣。西恩寺内大臣、または、今出川とゴース。以下、苦行部人と、尊卑文脈の内容に従って記述する。西恩寺家当主の世襲となっていた、関東申し継ぎの職は、昭和4年の父高校の没後に、祖父実権がまた任した。 しかし実権が、現行2年に没する、及び、これに代わって就任した。花園天皇新規によると、現行3年12月21日に、御伏見院と花園院が実行帝に行行して、神楽が行われた。この時すでに父高校と祖父実権は公居しており、実行は、西園寺家当主の立場にあった。しかし、図書療相官、伏見宮学書修正一夜、 ふずくえ団に実行の名は見えず、美ワ秘曲伝授は、おじの貢献や金末が、祖父実権の後をついでになっていく。実行は、つれずれぐさだ152段に登場するが、この段は、なんとも皮肉めいた内容である。年老いた商人の様子をありがたがる実行の態度は、いかにも人を、外見から判断していて、ただ単に年をとっているだけだと、日のすけともは言う。後日。 スケトモは年老いた犬を連れて、実行帝を訪れ、ありがたい犬ですよと述べる。ありがとうございます。